おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は5月の13日の月曜日です。お題がこちら。うっすら見えた最悪のシナリオということで話をしていきます。今日はですね、月曜日ということで、まあ、最新トレンドの確認をしていきたい、今週の予定を確認したいということだったんですけども、これを進めていたら、うっすら見えたちょっと悪いシナリオが なんか書かれていた記事があったんですね。これをまずご紹介したいなというふうに思っております。また月曜日ということで先週の振り返りや週足のの一目均衡表を使ってチャート分析をやっていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ということでこのチャンネルではこういった形で最新の情報を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標で更新をしております。なるべく耳だけで聞いてもわかるような形で、なるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます。毎朝7時更新です。毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録をぜひ よろししくお願いしますそれでは早速先週の振り返りを週足チャートを見ながらやっていきましょうまず日経金株価ですが週間では0.02%のマイナスとなりました後ほど見ていきますけどもね米国株が好調の中だとちょっとなんか物足りなかったなっていう感じがしますよねトピックスも同様で0.01%のマイナスとなっております 業種別の週間の当落率を見てみますと、まあ、半々ぐらいで上昇しているセクターもあるんですけどもうんちょっとやっぱり主力どころで元気がなかったかなという印象がありますよね。 グロース250はプラスの1.13%ですが、まあ、チャートの形状で何か変化があったということはないですね。で、ニューヨークダウは大きく上昇しまして、プラスの2.16%。最高値にもかなり近づいています。S&P500 は1.85%の上昇で13周線の上に来てからもう一段上げてきたという印象ですね。一方、ナスタックは1.14%。こちらも好調ではあるんですけども、上昇率は一番少ないという形になりました。 週間のヒートマップをチェックしてみますと緑がやっぱり多いなという印象はありますかね、まあ、一部テスラとかを大きく下げているといった形ですでラッセルは週間では1.18%の上昇で13週移動平均線の上に戻ってきたという形になっておりますただ日経平均先物は19円のマイナス金曜日米株上げてはいたんですけどもね ドル円が155円の77銭。原油は78.2。ビックス12.55。直近利は4.5%ジャスト。ラッセルは0.78%下落して、ソックスは1%上昇しているが、日経先物はまだマイナス。今週どうなのかしっかりと見ていきましょう。暗号資産、これは今朝のリアルタイムな動きで、高安、まちまちの展開になっております。それでは見ていきましょう。最新トレンドと今週の予定を確認。うっすら見えた悪いシナリオとはということで話をしていきたいなというふうに思います。 まずは最新トレンドの確認の延長として星取り表をご覧ください。 日米の投落率一覧化してみますと、やはりアメリカの上昇についてい,いけなかった日本株っていう形が見えてくるのかなというふうに思います。チャート的な変化でいきますと、ダウ、ナスタック100、ソックス指数、ラッセル2 0 0 0にて13週移動平均線の下に株価があったんですが、上に戻ってきたということで、まあはっきりとした上昇トレンドに復帰ができたことはとても良かったんじゃないかなと思います。金曜日が終わった後の日経新聞ご確認ください。FRB が年後半に利下げ転換するとの期待があるということで、まあ 新規失業保険申請件数が市場予想を上回って労働市場の過熱感の和らぎを示すという形だったりとか物価指標の上振れで強まっていた FRB の利下げ先送り懸念が後退して買いが広がっているということだったんですよねまあでもダウの方が上がってるっていうのはちょっと違和感があるかなっていう感じは残りましたけどもまあアメリカ株は好調だという形になりましたあとまあソックス指数に関しましては TSMC が4月の売上高前年同月に比べて大きく増えたということが介在 に繋がっているということです。ただ今回のこのタイトルにしたのがこの部分なんですけども、ミシガン大学消費者態度指数というものが金曜日に発表になりました。で、消費者態度指数速報値が67.4、市場予想も大きく下回る形で6ヶ月ぶりの低水準をつけたんですよね。それでいて1年先のインフレ期待っていうのが3.5%に上昇した。 消費者マインドが下振れてインフレが上昇したっていうことがこんな形で表現されていまして、ほんの少しだけだが、スタグフレーション、景気停滞とインフレの平存への懸念につながりうる内容だったということです。まあ分からなくはないですが、ちょっと意識を持っておいた方がいいかもなと僕も確かに思いました。で、今週はですね、CPI が発表になるってことが、まあ市場の中では話題になってますよね。ブルームバーグの記事を一つご紹介します。食品エネルギーを除く4月の コア cpi 前月比0.3%上昇とととの予想ということですもうすでに今週水曜日に発表されます CPI の予想が発表されていましてこれが半年ぶりに鈍化するそんな内容になっているということですただ FRB の懸念を和らげるほどではないかなといった形でございます実際の予想を見てみますとこんな形になってますね消費者物価指数の前月比コア指数の方0.4%から0.3%に鈍化する結果がどうなるのかっていうのはしっかりと見ていきたいですし実はまあ卸売物価 指数の方なんではないかなというふうには思っておりますついでちょっと見ていただきますとこんな形になってまして PPI 総合指数ここ数ヶ月間右肩上がりで上がってきています PPI 壊し指数も右肩上がりで上がってきています CPI の推移で見るとこんな形で横ばいかなだんだん下がってきてるかなっていう感じなんですが PPI の方がやはり CPI よりも先行性が高い。どうしてかっていうと、おろし売り物価指数ですからね。消費者に届く前の川上の物価ですから、まあ、ここがすごく重要なんじゃないかなというふうに思ってまして、ひとまずはね、火曜日のこの PPI、しっかりと見ていきたいなというふうに思っています。またこの PPI の推移を見た上で、同じ日の23時にパウエル議長の発言の機会がありますから、まあ、物価見通しを踏まえてのちょっとね、発言の機会っていうのはね、結構緊張感があるんじゃないかなという いう,ふうに思いましたまた先ほどの日経新聞の中で、スタグフレーションという文字があったんですけども、あれこれもしかして日本も同じようなことが起こっているのかななんていうふうに思ったんですよね。っていうのはこれ金曜日に発表されました日本の経済指標を一覧化しているもので、個人的に非常に注目をしております景気オッチャー調査というものが発表になりました。で景気オッチャー調査の公不況の分かれ目、基準なんですけど、50なんですね。50を超えていれば公共だ。 50を下回っていると不況だという形で見れます。 で結果が、ですと、ね、もに予想は50超えだったんですけども、ともに50割れなんですよね。しかも割れ方も結構予想とずれているんですね。だから、まあ、現場の方に聞いたアンケート調査になるんですけども、現場としてはちょっと厳しく思っているということが明らかになりました。これは内閣府から発表されます経済指標なんですけどもね、まあ、概要を見てみると、先行きについては価格上昇の影響などを懸念しつつ、緩やかな回復が続くと見ているということですけども、価格上昇の影響が出ていて、 で実際に50を下回っているので、まあ、わずかですけどもこちらもちょっとスタグフレーションという懸念は持っておいた方がいいんじゃないかなというふうには思いました。 で、この内閣府のデータって PDF データで見れるんですけど、PDF データの中でですね、コマンド F で検索ウィンドウを出して、どんなキーワードが多いのかなっていろいろパチ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 打ち込んでみたんですよね。で、結果的に一番多かったのは、円安という言葉でした。円安というキーワードはこの中に41個も含まれています。28ページの PDF データの中に41個も円安というキーワードが入ってるんですね。まあ、プラス物価が35個、値上げが24個ということで、やはりまあ物価上昇、 それは円安による影響を受けているっていうところを一番懸念してる <laughs>、そういうこと、そういうアンケートがすごく多かったのかなというふうに受けてめています。ということで、やっぱ円安もね、すごく大事だなというふうに思うんですよね。ドル円の週足チャートを見ていただきますと、先週、先々週になりますかね、為替介入が入り、雇用統計も重なって、一時151円台をつけていたドル円の相場なんですけども、先週は2円78銭戻しまして、155円の77銭まで戻て、 今後も為替介入が入るか入らないかもちょっと誰にもわからないんですがやはり2回入れたすぐ後にまたポン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 入れられるとはなかなか思えないんですけども、まあ、その辺は財務省の動向とともにドル円の動向も見ていく必要がありもし仮に為替介入が入れられず円安が止められずとなるとこの流れがより加速していく可能性があり日本もちょっとスタグフレーション懸念というのを意識せざるを得ないのかなというふうにも思いました。また日経平均株価の周圧チャートを見ていていあることに気がついて いたんですけども今のところはまだ13週移動平均線がまだだ上向きなんですよねだからまあ上昇トレンドというふうに判断はしているんですけどももしかしたら今週にも怪しくなってしまうのかなというふうに感じています。っていうのは線の向きを決めるのは13週間前の株価を応答水準といいまして今の株価と比較してどっちが高いかによって で線の向向向きききが上かか下向きか変わりますでこの向きによってトレンドの判断を今しているわけなんですけども先週時点ではまだ13週間前ってここなんで、うん、確かに今の株価の方が高くて13週移動平均線は上向きなんですよねでも比較対象がこっちにずれますでこれも要線です要線ってことは上です上で終わっているものに対して今週とほぼ変わらない水準であればもうすでに13週移動平均線が下向きになってもおかしくないで株価が下にあるってことは抵抗を受けて下がるっていう可能性 可能性も出てくるのでまあ、テクニカル的にもちょっとね今週は注目しておきたい1週間なのかなという風に判断をしておりますということで今日の動画のまとめです最新トレンド上昇した米株についていけない日本株決算 SQ 受給などいろいろ関係しているかもしれませんけどもまあちょっとね色々いろいろ分析をしていく必要はあるかなという風うに思っておりますミシガン大学消費者態度指数にてセンチメントが悪化して予想インフレが上昇しているほんの少しだけスタグフレーション懸念がありますねという 風に記事では見かけましたね。で CPI が発表になりますけども、やっぱ先行性のある PPI、ちょっと上振れ傾向のある PPI、まずは注目をしていきましょうということでございました。でここから連想をしてしまったのが金曜日に発表されました日本の景気ウォッチャー調査なんですよね。50が好不況の分かれ目で50を下回ってるってことは景気が悪いっていうことをもう示していますし、そしてキーワードとして円安、物価、値上げなどが多く、そこから連想するとどうして。 も日本もスタグフレーションというキーワードがちょっとちらつくのかなっていうふうには思いました。で仮にもし為替介入を絡めて円安が落ち着かないとなってしまったりとか。 アメリカの物価指標が上振れるっていう風になると、当然円安を加速させますから、それはちょっと心配だなという風に思いまして、ひとまずはこの物価指標からまたこう考えを調整していかなきゃいけないんだなという風に思っております。一緒に注目をして見ていきましょう。では、指数の売買戦略ですが、週足の一目均衡表プラス MacD を使って見ていきたいと思います。はい、まずは日経平均株価です。日経平均株価なんですけども、週足チャートで見ましても、やはり転換線のまだ下に行きまして、転換線がちょっと抵抗してる感じになって、 ってるんですよねマックにも下向きのままヒストグラムが濃い赤色が続いていますのでは、まあ、この辺で少し変化がないとですねなかなか上に向きづらいなという感じを受けておりますトピックス見ていきましょうトピックスに関しましては転換線の上ですねなのでまあ要線をつけて高値にどれだけ近づけるかっていうところが一目金公表の見方ではあるんですけどもあとはまあ先行性が高いマックリですねこの辺でヒストグラムの色が変わる線の向きが変わるゴールデンクロスが起こるこの辺が見られれば流れが変わっ あっったかもななーてていいうふうにに思える感じになりまますグロース250指数見ていきましょうこれはちょっとまだまだかなっていう感じですけども一つ変化があるとするならばヒストグラムの色がちょっと変わってきた変わってきたってことはもうこれ下落の勢いがだんだん鈍ってきたってことではありますのでここはちょっと注目をして見ていきたいところかなとは思いますけどもまだまだ安値県にいるので、まあ、冷やしベースでちょっと底をつけた感覚があればですね一時的な戻りは期待できるようにはなるのかなというふうには思いますよねダウ見ていきましょうダウはね かなり最高値県に近く、転換線もやっぱ超えてきたということが分かりますよね、そしてマック D もですね、完全にこう上向きになってますので、これ高値トライに向かっている形でしょうか、ヨーロッパ株なんかは結構軒並みね、史上最高値を更新していますので、まあ、状況的にはありえるんでしょうけども、ただ今週は物価の指標やパウエル議長の発言もありますので、そこをまずしっかりと見ていきたいところですよね。 サンドピーク予約も同じですね。埼玉県にかなり近く、マック d が若干上向きに変わってきたのかなというふうに思います。まあ、そういった中では結構期待が高まっている状況なのかなというふうに思いますので、まあ、今週の CPI、PPI、しっかりと見ていきましょう。ナスタックに関しましてもまあ基本的には同じなんですよね。ただ実態の大きさがやっぱりナスタックが一番ちっちゃいというところがちょっと と気にはなるところではあるんですけどもねちょっとこの辺のバランスもしっかりと今週はチェックしていきたいなと思います最後ラッセルですラッセルに関しましては金曜日に下落してしまったのでちょっと上ヒゲが長いっていうところが気にはなりますかねまあでも転換線の上にいて MAC にも上向きに変わってきてる他の指数とはそんなに変わらないですけどもねまあそこもしっかりと見ていきたいなという風に思っておりますはいということで今日はですねほんの少しだけスタグフレーションの懸念があるっていう文字がなんかやっぱ見ると気にはなるんですよ でしかもちょっといろいろ記憶を探っていくとあれ日本ももしかしてっていうところはちょっと気にはなってしまったのでもうほんの少しだけだというふうに願いたいんですけども、まあ、ひとまずは CPI、PPI しっかり しっかりと見て、そして金利差からの円安水準とかをしっかりと見て、日米ともにですね、どういう方向性が今後作られていくのかっていうのはね、確認していきたいなというふうに思っております。一緒にやっていきましょう。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄を特ともと分析するマガジンなんですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしています。ね、今週アップした先週か最新記事が調理という銘柄になってまして、まあ繊維の商社、老舗商社ではあるんですけども、やっぱバリュー感とか還元とかそういったことも含めまして、株価は非常に好調なんですよね。 また、目標株価も結構高く計算はできたので、まあ、その点観点からですね、ちょっと分析を深めてみたいなと思った記事になっております。月額経験初月は無料になっておりますので、よかったらぜひチェックしてみてください。また、6月の7日金曜日に東京池袋にてリアルイベントの開催予定がございます。ガチ速ファイア半自動で増える家計システム実践講座という内容をやっていきますので、もしよろしければぜひ概要欄の URL をチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンと。まあ また明日以降も朝7時目標で更新をしていきます。明日も聞いていただける方はぜひほぼ日日本株所報チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。